駄骨ある木曜日の晩漱石先生のところへ遊びに行っていたら何かの表紙に赤木浩平がしきりに駄骨を褒め始めた当時の僕は十七字などを並べたことのない人間だったもちろん駄骨の名も知らなかったがそういう偉い人を知らずにいるのは不本意だったからそののった。 駄骨なるもののサックを二つ三つ尋ねてみた赤城は即座に妙なくばかり続けざまに安寿したしかし僕は赤城のようにうまいとも何とも思わなかった正直にまたつまんねえとも言ったすると何事にも無気になる赤城は君には俳句はわからんとたちまち僕を撲滅した ちょうどやはりその前後にちょっとホトトギスをのぞいてみたら虚子先生もとうとうと打骨に敬意を表していた句もいくつか抜いてあった僕の打骨に対する評価はこの時もまたネガティブだったことに崔君のヒステリーか何かを財にした句など好まなかったこういう事件は苦にするよりも 小説ににすればいいのにとも思った地雷僕は久しい間ずっと駄骨を忘れていたそのうちに僕もサックを始めたするとある時最時記の中に「死病を得て爪美しき日よけかな」という駄骨の句を発見したこの句は駄骨に対する評価を一変する力を備えていた。 僕はホトトギスの雑影に出る蛇骨の名前に注意しだしたもちろんその苦境も氷雪した老害のを美しや冬防止宗歌詞の白きもネギに似たりけり僕は蛇骨の影響のもとにそういう句なども製造した 当時またおかしかったことには赤城と廃壇を戦わせた継ぎ手にうっかり駄骨を称賛したら赤城はすかさず「君といえどもついに駄骨を認めたかね」と大いに僕を冷笑した僕は「冗談言っちゃいけない僕をして過ぎたしめたものは実は君のアンチュなんだからな」とやっと冷笑を投げ返した というのは打骨を褒めた時にく乱狂気なる赤城康平もどういう頭の狂いだったか「芋のつゆ連山影を正しうすという句を「連山影を人しうすと間違えて僕に聞かせたからであるしかし僕は12年の後いつかまたホトトギスにご無沙汰をしだした。 それでもにはいしていた。ある時苦作をする青年に会ったらその青年はどこかの区会に駄骨を見かけたという話をした同時に「駄骨というやつは嫌に傲慢な男です」とも言った僕は悪口を言われた駄骨に甚だ頼もしい感じを抱いたそれは一つには 僕自身も傲慢に休んじているところから同類の思いをなしたのかもしれないけれどもまだそのほかにも僕はいろいろの原因からどうも廃人というものは案外世渡りの術に長じた乾物らしい気がしていた嫌に傲慢な男ですなどという非難は到底受けそうもない気がしていたそれだけに 悪口を言われた打骨は悪口を言われない連中よりも口頭に違いないと思ったのである。地雷さらに何年かを気にした今日僕は創然飯田打骨といやもう昔の打骨ではない今は飯田打骨くんである手紙の往復をするようになった。打骨くんの書は。 予想したようにいかにも春草の風を帯びているなるほどこれでは小児などに嫌に傲慢な男ですと悪口を言われることもあるかもしれない僕は陀骨君の手紙を前に頼もしい漢字を新たにした「春雨の中や雪奥貝の山」これは僕の金策である継ぎ手をもって での国にいいのににるしたい「僕はまたこのころ思い出したようにじじくさくを試みている」が「が一度くさくに遠ざかったたたりにはたちまち苦言に陥ってしまう」「どうもだこつくんなどから勉達を感じた往年の感激は帰らないらしい」「所詮下手は下手なりにくさくそのものを楽しむよりほかに」 安住するところはないと見える。おらが家の花も咲いたる万茶かな。先輩たるだこつんの病状をこうむれば好人である。